数えきれない声、伝えきれない弱さ、心を埋め尽くした。金沢みどりです。私は普段はナレーションのお仕事をさせていただきながら、4人組ユニットのシャンプーと私一人のソロ活動でアイドルとして歌を歌わせていただいております。よろしくお願いします。心の準備としては、写真撮影はこの1回のポージングで、そこの1回に集中するので、もう短期集中、そこにバンって集中できるように、こう精神状態をむしろ安定させて挑むんですけれども、動画撮影の場合は常にこう長時間の間、こうテンションを上げていたりとか心の準備をしていないといけないので、こう普段よりはテンションを、いろんな意味でモチベーションテンションを上げて撮影、動画撮影に挑むようにしています。私は今回同じ監督、映像も写真も同じ監督だったので、私はすごくやりやすかったんですね。なんでかって言いますと、写真と動画で監督が違ってしまうと、その写真の時に表現していたことが動画になったらその監督の好みではないみたいな時が絶対にあると思うんですね。でも今回はどっちも同じ監督だったので、写真の時のこう自分のイメージ、やりたいイメージと監督のイメージを分かった上で動画も同時に撮影できたので、こうトータルの世界観がお互いに一致して一つのものを作ることができたので、私はすごく良かったなと思います。